クーバーペディの地図映画撮影に使用された宇宙船が放置されているクーバーペディは南オーストラリア州にある人口3500人の小都市でアデレードから 846km 北方のスチュアートハイウェイ沿い南位28度56分、統計134度45分に位置する。自らオパールの塔を名乗り実際世界最大のオパール産地である。 日本語での表記には、揺れがあり、クーバピーディー、クーバーペディー、クーバーピディなどの表記が用いられることもある。地下にあるクーバーペディの宝石店クーバーペディは、白人の入植以前から、アボリジニの居住地であり、オーストラリアのアウトバックにあって、最寄りの集落からは、数百キロメートルも離れている。1911年のオパールの発見によって、 多くの白人労働者が集まって町が形成された。クーバーペディの名はアボリジニの言葉で白人が潜る罠に由来する。水の確保が難しい土地であり、世界恐慌の時期にはオパール産業が停滞し住人が66人にまで激減したが、1946年にオパール採掘ブームが再燃し、1985年には 上下水道が整備された。1996年時点で一攫千金を求める50カ国の人々がオパール採掘に従事している。厳しい夏の暑さとこの町の主要産業により住人は給料の横に掘ったダグアウトハウスと呼ばれる洞窟に住み地下の行動で働く生活を送っている。標準的なベッドルーム3つに今、台所、 洗面所がついた洞窟が地上の家を建てるのと同等の値段で掘れる。地上の家がエアコンを必要とする場合、特に気温が摂氏40度以上になる夏場においても、洞窟内の気温は一定である。クーバーペディの街では、多くの住宅や公共施設が地下に設けられているため、建物の代わりに地中から伸びた換気用の筒が林立している。 しかし、エアコンの普及によって、地上の建造物も増えつつある。街の周囲には、リンゴの侵入を防ぐ、総延長65キロメートルのフェンスが巡らされている。クーバーペディの見どころとしては、鉱山、墓地、地下境界などが挙げられる。この街で、最初の樹木は鉄くずを溶接して作ったものであり、今も街を見下ろす丘の上に立っている。ゴルフ場も芝生は、全くなく、 t o f の際には人工芝を使う。クーバーペディは人気の観光地であり、周辺地域はマッドマックス、サンダードームやプリシュラ、ピッチブラックといった映画の撮影地ともなった。ありがとうございます。